はい、こんにちは、坂です。この前かな、あのゴーイングステディの話したじゃん。まあ、ちょっとそれで言い忘れたかなと思って、ゴーイングステディ聞いた？まあ、親の前で聞くのは気まずいっていうね、ちょっとなんかこんなんやったけど親の前では聞きづらい内容も多くて、まあ、それでも俺 CD をよく買ってたから、車でね、親にさ、CD 屋まで、まあ、ちょっと行けないんだよ、そんな北海道の帯広だとね、そんな歩いて行けるような場所になんかいろいろなくて、ちょっと都会の方まで出ないと、ちょっとなかなか買えなかったから、都会の方出て、まあ、CD 屋さんで CD 買って、CD 買ったらさ、もうすぐ聴きたくなるわけじゃん、わかる？そりゃそうじゃん、聴きたくなるじゃん。で、CD、封開けてさ、ジャケット見て、あ、かっこいいなみたいな、あ、これ新曲かみたいな。で、ちょっと流すじゃん親の車で。気まずい気まずいうーん、気まずいよね。ちょっと親の前でね、いや、俺も聞きたい気持ち悪いし、親の前でちょっとそんな表現して言われても困るしみたいなね、ちょっと瀬戸際な感じはあるんだけど、葛藤だよね。なんだろうね、ドラマとか見ててもさ、まあ親、たまに親と一緒に見る機会もあるわけじゃない。その時にちょっとね、キスし、もう別にいいんだけど、ちょっと気まずいよね、なんかね、なんだろうね、あれね、ちょっとなんか、キスシーンになった瞬間、ふわーって、ちょっと席立って、ちょっとトイレ行ってみるみたいなね、ちょっと気まずさ、あったりするよね、まあ、その感覚を、シリアから帰りの車の中でちょっと味わいながら行ったっていうね、ちょっとゴーイングステディな話で、ちょっとどうしてもそれだけは伝えたいなって思ってね。はい、じゃあ今日もね、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあね、今日はね、前科式、リフォーが前科式ね、苦手な人多いんだよね、前科式ね。なんでってね、まあ、簡単なんですね。まずね、これを覚えてない人が多すぎる。これはね、覚えなきゃダメなんだよ。いいかな、もう覚えなきゃできないと思って、いいじゃない、4つなんだ4つぐらい覚えようよ。いくよ。じゃあまずね、ここトンサ型からいきましょう。ここにね、後ろに数字があるやつ、ここに後ろに数字があるやつはトンサ型です。ここに数字はあっちゃいけないよ。いいかな、 AN の前に数字があっちゃいけない、後ろだけに数字があったらこれはトンサ型。トンサ数字の一般項の公式くらいね、一般項の公式を使います。2番、逃避型、ここに数字があるやつ、 AN の前に数字があるやつ、他は数字はないよ。いいかな、ここだけに数字があるものはこれは逃避型となります。一般項の公式ね、これは逃避数列の一般項の公式使ってるだけ。3番目、ここに N の式があるやつ、数字はないよ、数字はない、 2N プラス5とか、2の N 乗とかね、ここに N の式があったらこれは会社型です。ここに数字あっちゃいけないよ。いいかな、これは解説するというのは一般項の公式。忘れがちなのはここかな、 N-1 ね、 K が1から N-1 までが忘れがちかな。で、最後 AN イコールこのね、 P とのこどっちも数字数字だよ、数字数字、いいかな、数字数字がこれは特性型とこれは名付けてる、いいかな。で、特性型ではちょっと難しいんだけど、 AN プラス1引く1引く P 分の9、 P カッコ、これ P ね、 P ね、P カッコ AN 引く1引く P 分の9、呪文としては1引く P 分の9を引けだ。いや、覚えづれえなってね、呪文にしては覚えづれえなと思うかもしれないけど、まあ後々すごくね、覚えてよかったって、みんな覚えてるよ、過去の卒業生だとみんな覚えてる、1引く P 分の9を引けね、特性型すごく便利です。じゃあ1番からちょっとね、もう分かってる人はいいんだけど、分かんない人はちょっと確認してね。トーサ型なんだけど、これなんでって、AN プラス1ってのは AN にプラス2を足し算するってことは、AN プラス1には AN から2を足し算すればいいんだね。これ N に1を入れてみれば、1と2だね、1と2。1と2も D を足せばいい。つまり、交差がずっと一定の D。だからこれはトーサ型なんだ。いいかな。2番。ここに数字があったら、AN と AN プラス1ってのは AN プラス1になるためには AN に R を掛け算すればいいよね。 N に1を入れてみれば A1 と A2 だよね。2番になるには A1 に R を掛け算すればいい。つまりずーっと R 倍、つまり公比が R 一定ってことなんだよ。だからこれ等比数ですね。次、これはちょっと難しいから N に1、N に2、N にちょっと N-1 って分かりづらいけど N に N-1 だと思ってよ、を代入してみる
からね、 N に1台にしてこれ、 N に2台にしてこれ、 N に N 引く1台にしてこれ、いいかな。で、この乗り方はとかいいのか。そしたらここが、下の部分がいつもだったらね、一定、交差 B 一定とかね、交比 R 一定とかだったのが、ここが数列になってしまってる。この時にどうやって求めたらいいのって、この時っていうのは、ここを全部使ってあげたらいいんだね。ここを使ってあげる。A の N になるためには、A の N になるためには、A1 から F の N 引く1までを足し算してあげる。で、ここの後ろの部分の足し算はシグマを使ってくれるね。K の1から N 引く1までの FK。これで代入したらこうなるでしょう。K に1台にして、K に2台にして、K に N 引く1台にして。OK。だからこれは解散するんです。最後、特性型なんだけど、こんな覚え方を普通はしないね。教科書で載ってない。教科書の方がまず言うよ。A の N 足す1と AN をアルファと。これをね、アルファと置いて解いていく。だからこれ特性方程式っていうんだけど、アルファと置いてあげて、まずアルファを計算します。で左で移行して 1-p で割って、1-p 分の9。見たことあるでしょ。あ、まあいいよ、置いといて。最初に見た AN 足す1のところを、このアルファと置いたやつを引き算すると、9と9なくなるよね。で、こっちが AN 足す1引くアルファ。p かっこ AN 引くアルファになるでしょう。で、アルファって何って1-p 分の9だから、こうなります。で、これを覚えなさいって言ってたよ。この流れを覚えなさい。アルファ、アルファと置いて、アルファイコールの形にして、これを引き算して、この形になりますよ。覚えなさいって言ってたの。どっちが楽？こっちでしょ。答えをもう覚えちゃったから楽でしょ。1-p 分の9を引け。これだけ。だから俺はね、呪文として、もうこの流れを覚えたら、これだけをね、ワンセンテンス。センテンス文だと思うんだけど、覚えたから楽じゃないっていうお話。いいかな。じゃあこれをね、覚えてるっていう手で、問題いきましょう。はい、じゃあね、これを踏まえてね、問題やっていきましょう。まず角1番からね、この形 A1 がこれで、A の N たす1がこのような形になってる。いいかな。注目すべきはここだけに数字があるね。 AN の前には数字がなくて、ここだけに数字がある。だから等差型。はい、いいかな。等差型です。で、等差型の一般項、これだったね。AN は A1 プラス N-1D だったから、これね、初項と交差を入れてあげて計算すれば N。おしまい。これだけね。過去に、これも見て、これ形、この形は何でしょうって言ったら、ここだけに数字があるね。AN の前だけに数字がある。だから、等比型。いいかな。あとは等比数列の一般項の公式、これだね。一般項の公式に代入して、初項が1、項比が2。なので、2の N 引く1乗、おしまい。3番、この形になってるけど、これないじゃないかと思うよね。ちゃんと、最初のうちはね、この形に当てはめてね、A の N プラス1は移行して AN プラス N。はい、出た。AN の前には数字がないね。いいかな。AN の前には数字がない。後ろに N、N の式だ。N の式、N の式。だからこれは解差型。解差の一般項の公式、入れてあげる。初項が1で、N のところを K に変えてね、いいかな。N のところを K に変えるんだよ。うん、K に変えてあげる。で、これの公式だけど、これはさ、シグマの一般的な K のやつは、2分の1の N たす1だね。これはいいね。でも、ここが N-1 になってるから、変えてあげるだけ。N のところを N-1。N たす1のところを N にしてあげて答え。いいかな。はい。はい、いいかな。じゃあね、次ね、カッコ4番だね。さっきのやつさ、カッコ3番のやつ、解差型って書いてなかったけど、解差型大丈夫だね。じゃあ、これ、見てみると、この2つ数字あるね。AN の前に数字があって、後ろにも数字がある。N の式でもないよね。だから、これで選ぶのが特性型。はい、特性型ね。1-p 分の9だけど、p はここだよ。ここが p。こっちが9だよ。うん、場所覚えてね。AN の前が P で AN の後ろが9ね。ではこの形にしてあげましょう。はい、いいかな。じゃあ 1-p 分の9を引いた。引いた。で、ここはね、下がね、マイナス3分の3だからプラス1でいいかな。こっちも同じ。で、ここで見てみると、これって何型だろう。うん、これ何型？ここが N たす1の塊と考えれば、ここは N の塊だよね。つまり N の塊に数字をかけたものが N たす1の塊。つまりこれ、等比型ね。はい、いいかな、ここはね。あとはね、等比型の一般項の公式使ってあげれば、AN って書いてあるけど、これは N の塊だと考えられるよね。N の塊。N の塊イコール、初項の塊かける項比っていいかな。初項の塊。ここは初項の塊。で、A1 っていうのが今、3だね。3。で、
で、これを代入してあげれば、代入すれば、3たす1で4、つまり 4×4 の N 引く1を指数法則使って、4の N 字を移行してマイナス1。OK。はい、じゃあね、次ね、カッコ5番いきましょう。カッコ5番見たら、この形、これは何型でしょう。まず、これ何型だろうね。パッと一つ思い取るのがさ、これ N あるから、あ、これ解差型かなと思うよね、解差型。で、これ解差型かなと思うけど、これ2があるよね、2。ここに数字があっちゃいけないね。OK。解差型はここの AN の前に数字があってはいけない。だからこれは解差型じゃない。OK。次に、あ、これ特性型かと。ここに数字があるから、確かに数字あるから、解差、あ、特性型かなと思うかもしれないけど、ここに N があるよね、N。N があるから特性型じゃないんだよ。じゃあこれ一体何って話なんだけど、これは何かのもどきなんだよ。もどき。いいかな、もどき。じゃあこれ会社のもどきなのかなっていうことで、会社にならなかった理由は2が邪魔だったんだよね。2が邪魔。じゃあ2で全部を割ってみようってなると、2で全部終わりました。2で全部終わった。そしたらこれ2分の1があるよね。これもダメじゃない。こんな形はないじゃない。 AN の前に何かがあっちゃいけない。 N の式はあるけど、ここに何かあったら変だから、これはダメなわけ。じゃあこれ特性のもどきなのかなって考えたときに、じゃあこのここがね、 N の式あったら困るから、全部を3の N たす1乗で割ってあげたら、こんな感じね。3の N たす1乗で割った、3の N たす1乗で割った、なくなるね、1逆分されて1で、ここ見たらさ、ここが N たす1の塊じゃない、ここが N の塊じゃない。いいかな、これ分けてあげた。3の N たす1乗を3と3の N 乗に分ければN の塊、N たす1の塊になるね。じゃあこれ何？そう、塊と考えればこれ特性型。 N たす1の塊は P かける N の塊プラス Q。 OK、 これ特性もどき。はい、じゃあね、特性もどきって気づいたので、回答いきましょう。はい、じゃあね、回答いきますか。いくよ。まずね、ここの部分、これは何だろうなーって、2で割ったり3の N たす1乗で割ったりしてね、これは今回は特性のもどきだったんだね。特性のもどき、3の N たす1乗で割ってあげると、この N たす1の塊、ここをね、わざと3の N たす1乗で割ったんだけど、3と3の N 乗を分けてあげてよ。なんでって N の塊と見やすいように。 OK。 で、これプラス1だ。で、N たす1の塊は3分の 2N と N の塊プラス1。つまりこれは特性もどき。いいかな、数字がここにあるから特性もどきです。特性もどきの呪文は 1-P 分の9を引け。なのでね、ここを P、ここを9と考えてあげれば、1-P 分の9を引け。どっちもね、どっちも同じようにやってあげます。で、この3分の2はそのまま下ろすんだよ。P はそのままここに来る。OK。で、そのまま計算していきます。ここがね、分母と分子に3かけよう。3かけたら 3-2 で1分のだからなくなるね。つまり3だ。こっちも同じ。あ、3だね。となるね。ってなってみれば、ここがね、N たす1の塊に数字に N の塊。これどっかで見ませんでした、等比もどき。OK。等比数列っていうのはこれね、N たす1の塊は数字に N の塊。OK。塊で捉えるんだよ。で、一般項、N の塊は諸項の塊かける項比かな。一般項の式は N の塊かける諸項の塊かける項比の N で引く1乗。で、あとはね、これ A1 っていうのがもう分かってるね。A1 は書いてある。A1 は1です。が書いてあるからね、それを使ってあげれば、3分の1引く1だから、マイナス3分の2。OK? マイナス3分の2。で、ここ、3分の2と3分の2の N 引く1乗だから、3分の2中に入れちゃったよ。そして3分の2の N 乗。1も移行しちゃったよ。で、最後にね、AN を求めたいわけだから、この3の N 乗が邪魔だよね。なので、両辺に3の N 乗をかけてあげれば、ここがなくなりね、約分されて。なので、最後ね、プラスから始まるように書いてあげれば、こんな感じ。OK。まぁ、ちょっと塊すごく大事でしょ。まぁ、これ共通テストでもセンターでも。でも絶対出てくるから。塊でね、塊で考えよう。普段はね、この N たす1は、だけど、N たす1の塊は、N の塊は、塊で見れるでしょ。見えるよね。これを N の塊とするんだったら、これは N たす1の塊でしょ。これを N の塊とするんだったら、これは諸項の塊でしょ。いいかな、塊で意識。はい。じゃあね、ラスト、カッコ6番いきましょう。これね、A1 が、A2 が、この形あって、これじゃあ何型だろうねって探すんだけど、もうこれはね、ないんで申し訳ないんだよね。これ有名なものだから覚えちゃって。これ三項完全化式って言います。3つあるよ。3つあったね。
あれさっきまで2個しかなかったでしょ。まあ、でもね、2個しかなかったね。まあ、塊って言われたらちょっとそれも違うけどさ、3つあるもの3交換全化式解法があります。いくよ。 A の n たす2を x に乗、 A の n たす1を x、 A n を1とすると、この式ってこうやって書いてもいいかな。 OK、 見えた。で、これ移行して因数分解すると x は3とマイナス1だよね。で、これをあえてこんな形にするのね。この3ってのをここに持ってきて、マイナス1ってのをここに持ってくると x2 乗マイナス 3x マイナス x マイナス3だよね。で、はこれ何と思うよね。何と思うよね。これさ、頭の中でさ計算して、マイナス x プラス3マイナス 3x 移行したらこれにならない。なるよね。マイナス 3x 移行してこれを展開したらこれになるでしょ。なるでしょ。で、戻したけど、x2 乗って何だったっけ、 a の n たす 2x って何だったっけ、 a の n たす 1a の n たす1、ここで1があるよ。 1は a n ね。ってやるとさ、これさ、ここを n の塊とすれば、 n の塊、いや n たす1があるから n の塊じゃないだろうって言いたくなるけど、 n の塊とすれば n たす1の塊ってこうじゃない。 n のところが n たす 1n たす1のことが n たす2、いいかな。これ何型、そう、等比もどきでしょ。 OK、 等比もどきを使えないから、あえてここからこんな式変形をしたの。OK、 もうこれはもうそういうものだと 思わなきゃいけない。なんでって、等比型を作るために、等比型を作るためにやった。こっちもらってね、まずはね、マイナス1を中に入れるときは符号入れ替わるんだよ。さっきさ、3の中に入れるときさ、マイナス3とマイナス3になったでしょ。入れ替わる。で、この3はそのまま、さっきだってこのマイナス1ここに来たときはさ、符号がそのままだったでしょ。で、あとは戻してあげれば、これが n たす 1n の塊と見えれば、これ等比型じゃない。 OK、 はい、いいかな。この2つが等比もどきだ。まあ、こんな風にして式変形して作って、これが3交換全化式のパターンね。じゃあ解答いきましょう。はい、じゃあね、解答いきましょうか。ここいいかな。ここの部分を x2 乗 x1 と置いてあげて、まずこれを簡単に計算するんだよ。この方程式によく分かんないかもしれないけど、これを因数分解して計算する。で、こうやったら3とマイナス1をまずはね、この間に入れて、3だったら符号を変えてマイナス3マイナス3、このマイナス1は符号を変えずにこの形。なんでこの形にするの。これは等比もどきだからだよ。不安な人はこれを計算してごらんよ。マイナス3マイナス 3a の n たす1をこっちに移行してごらん。この形になるでしょ。ちゃんと戻るんだよ。なんでこの形をしたの。等比もどきだから。 OK、 n の塊は n たす1の塊になるためにはマイナスをかければいい。まさに等比もどきです。等比型、等比型は一般項ね。 n の塊イコール n の塊イコール a1 初項の塊かける r の n 式にしよう。 r っていうのはマイナス1、マイナス1の n 式にしよう。あとはね、ここね、 a2 と a1 はここに出てます。 a2 が2、 a1 が1、つまりね、2-3 だね。 2-3 はマイナス1、マイナス1が1と n-1 を指数で足し算してあげれば n 乗、これを1番としましょう。いいかな。次行こう。こっち側、さっきはね、3を中に入れてマイナス1をここにやったけど、それを逆バージョン。まずマイナス1をここに入れる、符号を入れ替えて足す、符号を入れ替えて足す1、いいかな。3は符号を変えません。はい、これなんです。で、あとはこれは等比もどきだね。 n の塊イコール初項の塊かける3の n-1 乗。あとはね、ここを計算してあげて、 a2 と a1 は出てます。 a2 と1を代入すれば3の n、3の n 乗になるよね。で、1番と2番が出揃いました。この問題は an を求める問題ね。 a の n たす1が邪魔だから、2番から1番引き算してあげれば a の n たす1が消えてくれて、4の an が3の n 引くマイナス1の n 乗で、あとは4で割ったけでこの形。 OK。 で、これで求めるのが3交換全化式の一番、王道なやり方なんだけど、これ気づいた人いるかな。ここさ、別に1番と2番出さずに、これをやらずに、2番をやらずに、ここから 3an を移行した。これって何型、これ特性もどきなの。いいかな、特性もどき、いいかな。これをマイナス1の n たす1乗で割ってあげれば、 n たす1の塊です、 n の塊です、数字です、数字です。つまりこれは特性もどきです。 OK、 これを2個使わずに1個だけで、あとはグワーッとやっても OK。 2パターンのやり方ね、どっちもできるように。
これが特性もどきからそのまま答えまで一直線、もしくは2つ式作って、この3とマイナス1を、3をここに、3をここに、うん、とマイナス1をここにとマイナス1をここにの2パターンの式から引き算で求める方法、どっちもできるようにね、参考完全化式ね、とても有名な全化式です。はい、じゃあ、問題ね、6問あるんで頑張ってやってみて。はい、はい、お疲れ様でした。どうだったかな。ちょっと難しかったかな。あの最初はね、等差等比型とか、あ、はいはい、知ってますよ。解答型、はい、知ってますよ。特性型、はい、知ってますよ、だったけどさ、これ、ね、難かったでしょ。何があって、結局、このまずは基本の前提4パターンを抑えて、そこからの塊なんだよね、もどき。N たす1の塊は。N の塊はっていうね、塊で処理したただのもどきがいっぱい出てくるんだよね。もどき、もどきになった瞬間できなくなるんだけど、まずはね、ここをしっかりと押さえて、あ、これのもどきねとかね、やってくれれば大丈夫だから。で、ここね、最初嫌だと思うんで、 N の塊とか N たす1の塊見づらいと思うんだけど、これで、ね、練習してみて見えるから、あ、確かにこれショコの塊じゃんってね、N に1を入れたら、あ、ショコの塊って見えてくるから、あの、それまではね、ちょっとね、騙されると思ってやってみてよ。絶対得意になる、全化式ね、大好きになるよ。得意分野をどんどん増やして、まあ、数列終わったら、まあ、ベッドでもね、やっていきたいと思うから、あの、どっちもね、得意になれるように、していきましょう。じゃあ、今日はね、これで終わりです。お疲れ様でした。はい。